平成16年7月福井豪雨は2004年7月18日未明から昼前にかけて福井県霊北地方から岐阜県西部で起こった豪雨災害である。この災害の発生する5日前の7月13日には新潟県、福島県でも水害が発生している。国道364号高田大橋仮設橋がかけられている2004年7月18日未明から 福井県嶺北地方や岐阜県では強い雨が断続的に降り始め、18日の明け方には福井県を中心に非常に激しい雨となった。当時の宮間町では6時10分までの1時間に96ミリの猛烈な雨を記録した。福井市中心部でも8時までの1時間に75ミリの非常に激しい雨が観測された。星火北線第一速。 羽川橋梁水害で倒壊したが掛け替えられたこのため、崩流り川水系の阿須和川や清滝川の9箇所で堤防が決壊し、福井市や旧宮山町などを中心に多数の浸水害が生じた。死者は、旧宮山町、旧清水町、旧今立町で合わせて3人。行方不明者は、鯖江市や旧宮山町で合わせて2人となった。また、建物の被害については、 前回57個、半回142個となり、13,657個が浸水する被害が出た。明日和川の派堤に関しては、決壊箇所は川がカーブするという地形である上に、福井駅周辺連続立体降下事業のために、北陸本線の明日和川鉄橋が2本並んで存在したことや、掛け替え工事中の幸培橋の橋脚が多かったことが、水をせき止めてしまい、 水が停滞してしまったことなどが原因に挙げられている。また、土の倉庫の鍵の管理者がなかなか捕まらなかったことや、派遣された職員が、福井市中心部の浸水を防ごうとして、住民の採算にわたる訴えにもかかわらず、対岸の腰水箇所を放置したことなどから、人災だとの声もあった。ただ、中心部への浸水は、都市の中水機能の麻痺につながるため、 砂岩の住宅街を犠牲にしたと言われている。砂岩決壊のために、右岸の商業地区の被害は、微々たるもので、早期復興へつながったと主張する人もいる。一方で、同じくずり川水系であるマナ川に関しては、アスワ川流域と同程度の豪雨が降り注いでいるにもかかわらず、下流の大野市等では、浸水被害が起こらなかった。これは、上流のマナ川ダム、 佐尾川ダムの洪水調節機能が有効に発揮されたものであることが後に国土交通省の雨量計測、流量計測等で判明した。この結果、ダムに対する認識が再評価され、結果として建設が事実上中止状態にあった、明日はガーダム建設事業再開の地元容認という姿勢につながっていった。また、この水害は後に激人災害に指定された。 7月13日に新潟、福島豪雨災害をもたらした梅雨前線の活動が16日、再び活発になり、17日夜から北陸地方を南下し、18日未明から福井県北部に停滞した。若狭湾沖から越前海岸の沖合で発達した雨雲が断続的に福井県や岐阜県に流れ込み、明け方から午前10時頃にかけて、 福井県北部を中心に4時間から8時間の間、1時間に50から100ミリ程度の非常に激しい雨が降った。総雨量は、旧宮山町で285ミリ、池田町板垣で217ミリ、福井市中心部で197.5ミリ、福井市城庫内観測所で338ミリなど、ほぼ半日で大量の雨が観測された。データは、消防白書による。 ありがとうございます。